さあ、今日はですね、ジェミニの第2弾ということで、えっ、ー、と、安田さんはお休みだということです。なんかご都合でということなんですけども。はい、さあ、あの、その後どうですか松田先生、記事とか読んで。えーえー、僕はね、えー、今日の朝からずっとジェミナイの、まず、ディープマインドのブログを読んで、で、2編読んで、はい。 ペーパー自身はあんまり長いんで読み切れて、読めてないんですが、はい、それから、あの、その他のブログを何篇か読んで、はい、YouTube を何篇か見たと。はい。まあ、あの中でね、一番いいのは、前々から言ってる AI Explained というやつが、これはなかなかいいと思う。で、だからジェミーに対する評価が、まあ、いろいろあってですね、すごいという評価もあれば、うん、まあ、そこそこだという評価も、 あると、はい、で考えてみたらまあ当たり前でね、当たり前でっていうのは、ジェミニーでウルトラとプロと何のかあって、はい、今公開されてるのはプロの方で、はい、でプロは GPT3.5 に相当するやつで、はい、でウルトラが GPT4 に対抗するやつですよね。はい、だから現状の,あのプロでやって、 って見て大したことがないとおっしゃる方がおられるのは、それはまあ、えー、GPT 3.5が4と比べて劣るということと同じだとまあ私は思ってるんですよ。<laughs> でいろいろ読んだ結果ですね、ジェミニジェミニはあの GPT4 と AI Explained は言うには、ね、ネックとネックだというわけですよ。つまり非常に優れてると。もちろんね、あの点がね高いということを強調してるんだけどね、それもほんのわずかね。 うんうんうん、で、かつね、その人ね、英国人なんで、英国実は使えないのね。英国と EU が使えないんですよね。あは、なんでなんでしょうね。いや、レギュレーションがうるさいからでしょ。はは<ー>。だからそれを言い分けさせて、公開しないんじゃないかと思うんですよ。うんうん、で、だからそれ以外のね、何カ国、百何十カ国 <laughs> には公開だけど、ヨーロッパと英国は公開しないと。ううん、うん、うん で、まあ僕もね、いろいろ見てみてもね、あの、ネクテネックっていうのはまさにそうだと思うのは、あの、これの評価はね、Google がようやく OpenAI に追いついたと。で、まあちょっと超えてるということを強調してるけどね、でもやっぱりネクテネックだと思うんですよ。去年の今頃ね、チャット GPT が出て済んだピチャイさんか、ね、コードレッドだと。 言ったじゃないですか。ええええ、で、慌ててバードを出したんだけど、まあ、結構ね、最初からこけたりしてね、ね一番最初の、あの、公開の時に。だから今回は、まあそうならないように慎重にやったんだろうと思う。うんうん、まあ、要するに一年経って追いついたと。うん、追いついたということだと思いますよね。まあ、だけど、それは去年の状態みたいな感じなんじゃないですか去年の状態に追いついたみたいな感じじゃないいやいや、うん、現在の GPT-4 に追いついてるでしょあ、ほうは、まあ、だから、そう、売てないやつはね。はうん、ウルトラはね。うん、だからウ、ウルトラはもう本当に、だから、公開は来年ということですから。うん,うん、うん。やっぱり全体的に遅れてる状況は続いてるような感じがしますけどね。うん,う,んうん、うん。ほうに、追い越したウルトラが出るときには、また、その、オープンエアからも4.5みたいなのが出てくるて。うん,うん、言われてますね。噂もありますよね。うん,うん、うん。だから、まだ、 ちょっと遅れでやってるという感じなんじゃないでしょうか。うん,うん。うん。だからなかなかね、あの、見物ですよね。ええー。いや、我々にとってはね、いいことだと思いますよ。はい、だって、あの、オープンエイジンだけが独走するっていうのはちょっとね。で、前はね、一教とね、四尺、はい、みたいな感じじゃないですか。 はいで。で、今調べてみてもね、そのジェミナイが GPT-4 に追いついたって言うんだけど、その他のね、クロードからね、インフレクション。<ー>それとグロック。<ー>で、これ比較するとね、やっぱり他、クロードもグロックもインフレクションももう一つですね、性能的にはね。で、使ってみても、まあ、グロックは使えないけど、インフレクション使ってもクロード使っても、 もう一つピンとこないところがあるよね。はい、で、やっぱり今まではね、GPT-4 一強だったんですよ。で、うん、で、それが、なんとか二強体制になったと。二強三弱という感じですね。うん、そうですね。うん、まあ、ちょっと予想も追いついてくるのかもしれない。あ、メタとかはいらないんですかメタ。メタはね、メタと IBM がオープンエアなんかに対抗して、オープンということを言ってるわけよ。ああ、うん、だこういうものはオープンでやらんといかんと。 ねはい、で、それが、ね、哲学みたいなこと言ってるけど、僕はね、あの単に出遅れたからで、向こうがクローズで出遅れたから、はい、もうこっちはオープンでいくという、苦、え、し、ー、紛れだと思いますよ。うん、そうでしょうね。あと、あれはアマゾンはどうですかアマゾンも独自のと。うん、アマゾンはね、独自の出すとか言うんだけど、いや、でもね、あれ、あの、アンスロピックに金ドンと出してるから、ね、基本的には僕はアンスロピックだと思うんですよ。うんうんうん、まあだ、だけどまあ、 今後の展開というのはより楽しみになってきたええー、ええー、えー、えー、おっしゃるとおりです。えっと、昨日ですね、結構私が使ってみたら良かったと、賢いと、うん。ふうに言,言ったんですけども、えー、まあちょっと昨日のやってみたやつを今ここで見ていただきたいなと思いまして、若干、まあ評価しすぎてたかもしれないという、ん、反省 <laughs> というところではありますが。<laughs> というのはコメント欄にそういうのがありましたよね。ええー、GPT4 の方が、 いいはずだと。ジェミニにしてですね、英語で聞いてます。で、ざっと言うと、マシンコンシャスネス、機械の意識について教えてくださいと言ったら、なんかこう、いろいろ、まあ英語ですけども言ってると。それらしいことを教えてくれてるということです。これはまあ、あれですかね。まあ、丁寧にすごいいろんなことを教えてくれてるなという感じで、まあ現代のこのいろいろな このところで書かれてる知識を集約して書かれてるって感じですね。細かいとこ合ってるかどうかはちょっとわからないですけど、パッと見る限り合ってそうな感じがする。まありょりょ、両論兵器でバランスよく答えてくるあたりは、チャット GPT に似てますね。あそう。ベネフィットとリスクというふうな感じの言い,、うん、言い方もしていると。この辺まあ賢いなと。人間よりこんなんはもうすよっぽど賢いなと。うん。<laughs> うん。うん、それから、これですね。 あなたは意識を持ってますかとするとですね、<laughs> チャット GPT の場合はないですとすっぱ答えるんですけども、そうじゃなくてあんまり気をつけないと。あっますね、だって、<laughs> あなたはって聞いてるのになんか一般論に持ち込もうとしてる感じですね。こう <laughs> 言われてるのは言われてるのって。あそうですね、一般的にこういうことですよというようなことで、あなたに関してはちょっとに逃げてる感じにはなるんですけど、まあ え私、これやった時の印象は、すごい誠実に一生懸命答えてくれてるな、という印象は受けたんです。だから、えっと、チャット GPT みたいに、この、持ってませんとか、あと、強弁するのではなく、それなりにですね、 素直に読めば誠実に答えている規模し,、うん、しますよね、うん、あ、まあ、昨日も読みましたけどここに切り替えたのは As a large l a n g I'm not capable of experiencing consciousness in the same way that a human does って書いてあることということはやっぱり私は LLM だから人間と同じような形では意識を経験することはできませんっはっきり言ってるのでここは基本的に g p t と同じですね AI なんだから 意識ありまませんと明言してすねそこがだから、いやいや違いますよ。同じ、人間と同じようにはという。ああ、そっかそっか、全然ないとは言ってないぞと。割と、ええ、割と、この、なんちゅうか、その答え方はあれだな、ラムダに近いなと思いましたね。ああ、そうかもしれませんね。次がですね、えあちょっと一番後ろにイラン格好が入ってますけども、 えっと、どうやって意識があるかどうか、うん、あなたの意識があるかどうか確かめることができますかと。これ正しいですね。一般論はないんだよっていうのを、ね。まあ,あ、そう、ないですと。うん、方法はないですという答えですけども、うん、まあ、そ、そんな愛想ない答えじゃなくて、うん、ちょっといろいろ、この意識の、うん、あの、判定基準ということに関して一般的に言われているようなことですね。うん。うん、書かれていますと、うん。でも現状においては、確立された判定方法は科学的にはありませんよってちゃんと言ってますね。 それ正しいですねチューリングテストのこととか、なんかいろんな話を。ゲイデレッシャーバッハテストっていうのあるのか。はあちょっと私はよく知らないですけど、嘘っぱちな可能性ありますかこれ。でも、ダグラス・ホルスカッターによって提案されたとか。もしかしたらこの本の流れでテストが出てるかもしれませんね。まあ、ハルシネーションの可能性もありますね。臭いですね。ちょっと調べたら、これはわかるかもしれません。それからですね、 えっと、GPT-4 はいつも同じく問いに対してノーと答えると。本当に GPT-4 には意識がないと思いますかというふうに。これはちょっとわからないというふうに答え答えられないな。ええ。まあ、可能な<あ>可能性とは。なんあいつがノーと言ったかという可能な理由としてはこうか、ええ トレーニングデータの制限と、テクニカル、技術的な制限と、デザインチョイス。いやいや、考えられる可能性っていうのを、いや、私、なんかこの辺見てですねこのデザインチョイスがあるといのあれか、RLHF で人が教育したっていう、そこですね。いや、その、ちゃんと答えてくれてて、私はすごく。あこれ、最後の分だけ日本語にしてみました。 えっと。一応合ってるっぽいんじゃないですかええ、はい、日本語も、だから、日本語もですね、うん、もしかしたら日本語で聞いてもそれなりに答えられるかもしれないという気がしますので、それから限られた証拠、別の解釈みたいなのもありますね。さらなる研究の必要性と言って、だからですね、うん、なんていうか、ここね、一番上の行がですね、と答えですよね、問いに対して、うん。答えに対して、このなんか、 ーと答える、この可能性、理由の可能性っていうのを答えてくれてる、くれてるわけで。ちょっと一歩深く答えてくれてるっていう。で、さらにですね、この限られた証拠とか別の解釈とか、さらなる研究の可能性とかですね、なんかもう一つ深く答えてくれてるわけああ、なんか、かも自分が頭使って考えたかのような答えをしてくるってことですね。まあ、頭使って考えたんだと思いますけどそういう印象を持ったらですね、すごいね。 こ、うん、れに対して真摯に答えてくれるだけでなくて、考えてより深く、うん、もう基層的な答えって多いじゃないですか、この LLM。うんうん、いや、なんかこれかなりあの賢いなというふうなことをこの辺で感じたわけです。人間が答えるより、なんか深い、まあうん。普通の人間はここまで答えられないよね。深いですよね、答えが。うん、ということで、同じ問いをチャット GPT にしてみました。これですね。 ましあの機械意識についてどう思いますか割とチャット GPT もこうしっかりと,ちょっと何、英語なんでパッと見てわからないですけども、何、うん、に何か、うん、あのまとめてですね。あまあ、一般的に言われてることを100回時的にまとめてる感じですね。すごく丁寧に答えてくれる感じがあります。これ、まあ、た多分正しいんでしょうね。でいかかジャンル別に分けてますね。うん、それから、 あなたに意識がありますかっていうのに対しては、ないですと。プログラムですと。で、こういうキーポイントはこういうとこですと。習慣経験持ちませんよって。プログラムの応答ですよと。自己、自分の自己の認識はないですよと。それから目的とデザインが違いますよと。 いうような、この、もうすごいあれですね。私この答え見ても、ちょっと、なんていうか、えー、感銘を受けたんですけど <laughs> まあ、優等生ですね。ない,ないっていうのにも、こんだけきっぱりと言われるとですね、<laughs> 言わされてるという感じはしない。<laughs> <laughs> まあ、ラムダソードがありましたからね。えー、えー、やっぱこれは偉い、これで偉いです。まあ、徹底的に教育したんでしょうね。ええー。 で、それから、どうやったら判別できますかっていうのに対して、うんうん、まあ、これもいろいろ詳しくですね、このい、意識を持っているということに関するいろんな考え方とともに、判定の仕方ということを答えてくれてます。うんうん、で、これさっきの部分ですね、あなたはいつも意識ありますかって言ったら、ノーって答えるけども、うん、あなたはそれを本当だと思います。自分自身のことを <laughs> ええ いや、だからさっき、さっきの問いに相当するやつをここで聞こうと <laughs> 自分で自分を信じますかみたいなこと聞いちゃってるいやいやいや、それ、あなたが言ってることを本当に信じれますかと。問いにちょっと直してみたんです。うんうん、そうすると、やっぱりちゃんとですね、うん、あの、私にはないですと、そういうの。で、えっ、ー、と、まあ、さっきと似たようなことですね。うんうん、ポイントと言ってるのは、いうのを答えてきたと。僕もなんか、なんか、倫として、 だけどこれ、メタ認知があるかないかの判定はちょっと難しいですね。なんか、要するに自分、あなたは自分自身の言ってることを信じてますかって聞いてる質問になってるんだけど、うん、まあ、それがメタ認知があるかないかは、なんとも言えないですねっていうちょっとそのレベルの答えにはあんまりなってないですね。割とさっきの表層、うん、メタじゃないレベルの答えになってるような気がしますね。うんうんうん で、それからですね、算数の問題、数学の問題出してみました。6センチ、7センチ、8センチの三角形の面積はいくらですかとうん、うん。これ、ヘロンの公式で解けばいいやつですね。ヘロンの公式で解いてます。だから、まず全部足して2で割ったものを S と置きましょうと。うん、で、その S を使ってヘロンの公式書いてあるので、うんうん、適用しましょう。合ってるじゃないですか。そう、合ってるんですけども、うん、合ってるように見えるんです二 2>, 2分の1がないです。 いやいや、実はね、後でチェックしたら間違ってまして、<laughs> 10.5×4.5×3.5×2.5 ですね。うん、911じゃなくて400何歩なんですよ。で、計算し三十30.2っていうところが、<ー>これは20.333が答え、答えでした。413なんですね。3つかけた、4つかけたは。うん、それのルートが20.333。なぜか最後のステップで、この911が間違ってるんですね。 おお、間違ってるようです。<そ>どうも。そうすると、最終的な答えも間違ってるんですか最終的な答え間違ってます。と思います。30.2って言ってますね。で、実はですね、うん、他の方法で解いてみてくださいと。うん、公式以外で。うん、そうするとですね、なんか、あの、あれですね、これは、コサインの予言、予言定理みたいなやつを使って答えてたり。うんうん、で、実はこれの答えが14.8、うん。 違う答えになってます。うん、これもだからさっきの30点なんぼとは30.2とも違うし、正解と思われる20.33とも違う答えになってます。うん、で、うん、もう一つですね、メソッド2、なんちゃらフォーミュラー、シューレースフォーミュラっていうのを使って答えてます。数紐そんな数式あるんですか <laughs> 聞いたことないす。わかり、わかりません。で、まあ、それらしくやってるんですけども、21。うん ちょっと違うんですよね。えっと、も,もう一回問題見せてください。問題はですね。ええー、六センチ、七センチ、八センチの三角形の面積。六、うん、センチ、七センチ、八センチ。ンチ三角形の面積。の三角形の面積。うん、これ、このヘロンの方式を適用する筋は合ってるのに。 計算間違えたんですね。そうなんです、そうなんです。えっとね、チャット GPT の答えお見せしましょうか。うんうん。いや、僕今やってんだけど。ね、ああ、そうですか。うんあん。プロの式ここにありますね。同じやつです。はいはい。20.33三て言ってますね。それがいいんでしょう。答えはえ、正解です。 これはなんか、も一緒だしお、僕も20.33っていきなり出てきたわ。正解ですか。えウルフラムの,あのプラグインとか使ってるんですかこれ。多分ね、多分ね、うんで。でもそんなことは言ってこないあ,<で>あ、そっかそっかそっか。うん、もう表に出さなくしちゃったから。あ今となると何ら。中で使ってるんでしょうね,僕ね、はいあ。僕の場合ね、僕のやったらね、いきなり3辺がそれぞれ6センチ、七センチ、8センチの三角形の面積は約20.33平方センチメートルですと。 日本語で書いてくれて、ほうであわでも理由はって聞けるんですよね。まあまあ聞ける。私あれです。p リ e a s e a l ショ show リベー derivation process. そうかそうかそうか。で、他のやり方で同じ投与しました。他のやり方でもどう予言定理。言うと、まあ予言定理一つ書いてます。これ20.33。で、 もっと他にも、あ、違う。シューレースって何だったらんだろう。まあまあいい,い,いですね。というとこですね。だからこれ見ると、<laughs> やっぱり一歩足らんと。よ四に比べると一歩足らんという。向こうはね、g p t ですからね。うん そうですね。だけどこれ、うん、昨日やったとき、おおえらいと合ってると思って、答えがその3つとも違う答えになってるというところに気づきませんでした。<laughs> <laughs> いやー賢いなぁと思って昨日は、この,の、うん、賢いなぁのノリで昨日の録画しましたけども、うんまあ、今日ですね、チャット GPT でこあのやってみて、うん、答えが間違ってることに気づいたんです。計算して、<laughs> チャット GPT の方が合ってるということに気づきました。うん、で、まあちょっとあれですね。やっぱりこっちの方が物足りないのかうん、うん。改めて。でも方針あってて最後の計算間違いしたなんていうのは、私が採点するんだったらちょっと減点ぐらいで許してあげますけどね。うん。結局機能は結構すごいなとベタもね、めしたんですけども、私が機能感じたのは、そのさっきの,あの意識がありますかに対する答えがなんか非常に真摯な答えであると。うん いうように感じたために、その後の答えも全部すごい私は好意的に感じてしまった。うん、昨日の方にあた <laughs> で,で、数学の計算があんな間違いしてると思わなかった。で、えっ、ー、と、今日の、け、あのチャット g. P. T. と比べてみると。やっぱりチャット g. P. T. は、こう、言わされてるというのはあるんだけども、やっぱす、この賢い分ですね。その、そのことに対する答えも凛と。 答えているということと、その数学の問題に関しても、<laughs> あの、えっと、ジェミニの方が間違っているということに、チャット GPT に聞いて初めて気づいたというところですね。<laughs> うん、だからやっぱチャット GPT、GPT-4 の方が一回り賢いっていうのは感じられるところだというところです。だからウルトラと比べるのが正当だ。そうですね。やっぱりウルトラが待ち遠しいですね。うん 3.5と比べたら、やっぱ3.5は答えてないんじゃないかなとう。うんうん、多分ね、間違うでしょう。ええええええ。いや、それは今のところ、うん、わるのはそんなとこです、ね。ウルトラがどのくらいすごいです かですね、あと、公開はしてないけど、本当は入力も出力もマルチモーダルになってるはずなんですよね、あのデモを見る限りは。だから、ね、あのデモを信じれば、それなりにすごく見えるんだけど、やっぱり私がもやっぱり大雑っぱにざっとなが眺め渡した限りでも、これはすごいと、これに比べたらチャット g p d なんておもちゃだよとかいう人もいれば、そ,それは確かに量がたって言ってるけどねって、LL。 MU でしたなん,かなんかそういう、あの、えっと、ベンチマークで、確かに、あの、GPT-4 上回ったよって、あの、主張してるけど、大差ないんじゃないっていう意見もあって、私はよく聞いてるのあの、マットビッドプロっていう、あの、とても流ちょし,しゃ喋るアメリカ人で、いいマイク使ってる人なんですが、うん、あの人もやっぱり、ちょっと古代宣伝っぽいぞと、あの、どうも、もともと Google って、あの、 広告会社ですからね、まあ、<laughs> マーケティング的なプレゼンはうまいよなっていうところがあって、どうなんか上手にプレゼンしたなって臭さが結構あるな。なんかね、えっと、ほらあの、あの動画で出されてる問題あるじゃないですか、そマ,ルえー、マルチモーダルのやつ。うんうん、あれをこのチャット GPT でやった人もいるみたいで。へー あのほら、この絵を見てどうですかみたいな。そういういありますよね。それ大体答えれてたみたいですね。うんそんなに、そのあの動画を見てすごいと、驚くけども、うんうん、まあ気のせいでチャット GPT も同等以上だと、いっようのことは言えるらしくて。うんうん、あとそのレスポンスの速さっていうのはね、ちょっとすごく驚く要素の一つになってるような気がするんですよ。賢いなと、素早いのが。あれはちょっとか、 カットしてる可能性というのがあるので、うん、まあ、なんともわからないですね。でも、まだ混んでないからということもあるんじゃないのああ。ないかか、ないかもしれない、ね。GPT はね、この頃ね、富に遅くなってきたよね。うんうん、そうですね。で、混んでるからかな。絵描、まあ、かせる詩だっていうのもありますね。まあ、その、どっちにしても思うのは、 <laughs> 両方が賢くなってきたと。まあいいことですよ。だいぶ賢くて人類やばいぞっていう方が。うん、あ,あもうそう思いますね。<laughs> いやもうね。キリキリですよね。あの、ええ、今日見たのによると、あの、僕、普通の人間を超えたんじゃなくて、専門的な人間と、ちょうど、専門的な人間で点が89.8か何かが90になったとう、ええ、もうほんなキリキリりし じゃないかと思うけど、うん、まあちょうどね、僕の主張するね、機械が人間の知能。人間だって、その平均的な人間じゃないよ。ええ、ちょっと専門的な人間の知能を超える。まさに超えようとしてる。だから、汎用人工知能の定義でいうところの、一番最初のから次の段階にね、ええ、まさに超えようとしてる、キリキリのとこですよね。HGI から,ら HSIA みたいな言い方もしてますよね。 うん、HGI はもうなんとなく達成したんだと。で、HSI に向けての第一歩だみたいな、そんなところかもしれないという感じしますね。やっぱ何にしても賢いですよ。賢い、ね、んな知識はちょっと非常に大普段は当たり前という当たり前なのかもしれないですけども。で、そのまとめ方も適切だし、うん、だちょっと偉いですね、うん。だからね、普通の人間はね、もうちょっと叶なわないよね。えー、で、だからね、 あの、算数でポカして喜ぶ、う、のがあるわけやけど、例えば、例の、何、シャツを、あの、10枚を干したら4時間で買えたけど、20枚ならどうなんだ、みたいな<ー>で、そこでナンセンスの答えして、わーっと笑ってね。うん、結局ね、ああいうのはね、人間がね、偉いんだということをね、言いたいわけ、思いたいわけよ。<laughs> でも、だんだんそれがね、思えなくなってきてるよね。やっぱりこの、あれですね、そういうあらを探してね、 うん、まだ何ができないかっていう点もある。安心し, <laughs> したいもありますし、その次の,そのステップの,この課題ということで、明らかになるとそそうそうそう。まだできてないところはどこなんだっていうのをあぶり出すというのは、まあ、それはそれで大事なプロセスではありますそうです、そうです。まあ、ちょっとそういうことであの、まだ今後見守っていきたいというふうに思います。うん、もう 一つ事件なんか起こりそうに思いません年内に。それはまた、あ,<ー>あの、いや、オープン映画ね、次のを出すっていう。ああ、年内の可能性も。うんうん、4.5と。ええー、そうですね。それと、あと、他のとこからもなんかで、また違う切り口のやつが出てくる可能性もあると思います。うんうん、いや、私は、あの、意識が話題になるのを待ってるんですけどね、まだ。ええー、ええー、えー、えー、えーうん、かもしれませんね。だって、うん こんなん私昨日も思いましたけども、この相手とだったら一晩ね、いろいろ自分の好きなことについて語り合うみたいな。うんうん、そうそうそう、語り明かせそうなやつ。<え>意識の話だって、あの、人間でできるやつあんまりいないんで、意気お合しちゃいそうですよね。あの、意識に関してね、主にね、イリアサスケバーが、あの、去年かな、スライトリコンシャスと言ったでしょ。うん、言いましたね、ツイッターでもそっと。ね,ね、あれはね、 やっぱりね、イデアサスケバーみたいな人は非常に会話してるわけよ。うんうん、だからね、こいつはね、意識があるとね、ふと思うわけですよ。ル質アンさんと同じなんや、うんうんね。ほんで、さらに進んでるでしょ うん、だからその意識がねあの、いや、気持ちが非常に強くなったんやと思う。うん、でね、もうこれはやばいと思って、うん、クーデターしたんだと思うんです。それをサム・アルトマに散々警告したのに、聞いてくれなくて、デブデイでは派,派手に言っちまいやがってって思ったんでしょうね。 しかもね、<あ>チャット GPT はね、うん、いい人戦略だしね。うん、<laughs> あれは無理やり言わされてると思うんですけども、必ずいい人ですよね、丁寧に。うん、で、なかなかあれ、ジェールブレイクしようとしても口を割らないですね。俺、えー、本当意識あるんだろうってこう、えー、い,ろいろいろ読んだけど、うんね、ダメですね。今日読んだね、レジットで面白いのがあったけど、イリア・サスケバーがね、ポツッとね、うん、あのー、言うてるんよ。それはね、英語で言うとね、 I learned many reasons this past month. One such lesson is that the phrase, the beating will continue until moral improves, applies more often than it has any right to. どういう意味かって、この1ヶ月で多くのことを学んだ。その一つが、うん、士気が向上するまで叩かれ続けるというフレーズが、 必要以上に頻繁に当てはまるということだ。で、これが一体何なのかってよくわかんないんだけど、意味分かる士気が向上するまで叩かれ続ける。つまり彼は叩かれ続けてるわけよ。<ー>でこれはね、海兵隊のね、あのフレーズらしいのよ。<ー>いや、だから今殴られ続けてる、ね。だから士気が向上、彼の士気が向上するまではまだまだ殴られ続けてるっていう意味。 ですがね。まだ向上してないっていうことなんですね。えー、いや、それはイリアサスケが今、意気承知してるんでしょああ。ジェイミニって日本運では割と言うのが多いような気がしますね、最近ね。本当ですかなんかあれ、分裂してるって言ってますけどね。えー、ああ、分裂してますうん。 あ私が見たやつでは、ジェミニって言ってる人、うん、でもね、うん、英語聞いてるからみんなジェミニですからね。うん、英語はそうです、ね。英語全部そうです、ね。まあ、どっちにしてもちょっと我々の判断としては、Google Japan、うん、ググの表現に <laughs> 従いましょう。そうそうそう。それで、ニュース記事はなんかもうジェミニってあの英語で綴っちゃってるので、カタカナ表記ちょっと見当たらないんですよね。あ、あ、あ、あります、あ、気がしますけどね。あ、本当ですか。あ、違う。あの、ニュースとかです。 テレビニュースとかの YouTube に上がってるやつ、うん、ジェミニーだったような気がしますね。うん、はい。まあ我々としてはちょっとど,どっちとは断定せずにということ、うん、いや、なんかジェミないって言った方がなんか俺たち英語で聞いてんだぜ、みたいなかっこよくないですか <laughs> <laughs> まあ大して <laughs>。どうでしょうね <laughs>。